ないよ。営業でダイアンが漫才しに来てた。なんか津田が感染してた。アホや。見に来てたお客さんが言ってるんですけど、これ大阪のなんか牧場に営業行ったんですよ。もうほんでそのステージがなんかよく工事現場であるあの足場あるじゃないですか、鉄の あれが組まれてて、そこにスタンドマイク置かれてて、そこでネタやってくださいってやってたんですよ。でまあそこでやって終わって戻ってきて、もう一回エンディング出るんですけど、次エンディング出る時はなんかこの線がある有線のマイクを持ってお二人に出てもらいます。ただその出てもらう時にそのマイクを持ちながら、足場の鉄の部分は絶対に持たないでくださいって言われたんですよ。それでなんでですかって言ったら、感電しますんで言われて、冗談やな、どんな人してるなと思って。でもめちゃくちゃ怖かった。いや怖いよな、絶対持たんと思う。絶対持たんと思う。確かに足場ちょっと高いんですよ。だからその時にこうマイク持ちながらここの鉄パイプをバーって触ってたんですよ。ほならバケーッ。自分ではもうだんだん乗ってきてるなっていうのは分かりましたよ、本当に。